北国新聞ニュースをお伝えします石川県は工芸と食を連携させ石川の豊かな文化を発信するクラフードを今年10月から県内各地で初めて開催しますクラフードは工芸を意味するクラフトと食のフードを合わせた言葉で10月から12月にかけて開催します催しては 金沢や南加賀の飲食店などを会場に工芸や食に精通する文化人や知識人を招き食にまつわる逸話を聞きながら伝統工芸品で地元料理を堪能する食談義を実施します金沢市内のホテルでは能登半島地震で被災した産地の器や食材を使った特別メニューを提供しますまた金沢駅地下広場に 復興応援ブースを設け輪島塗や鈴焼きなどを販売しますクラフード期間中の11月には国内最大級の工芸イベント伝統的工芸品月間国民会議全国大会が12年ぶりに県内で開催されるほか県立美術館では旅館などが所有する歴史的価値の高い皿などの工芸品や 美術館の所蔵品をを展展示すす。る、食を彩る彩工芸展も初めて開催されます10月からは JR 西日本の大型宣伝事業北陸ディスティネーションキャンペーンも始まることから県の担当者は工芸と食の企画を集中的に展開し県外客やインバウンドをさらに呼び込み経済効果をの登に波及させると話しました。 県内を訪れる修学旅行生の観光ガイドを務めている高校3校が、石川高校観光特使の移植を受けました。県内の高校が観光特使の移植を受けるのは初めてです。観光特使の移植を受けたのは、大正寺実業、小松商業、金沢商業です。3つの高校では、生徒が県外からの修学旅行生を案内する 高校生ガイドを務めていて県は今回の移植を観光分野で活躍する人材の育成につなげます県庁で昨日行われた移植場交付式で長谷博史知事はふるさとに関心を持ちそれを伝える役割をお願いしたいと挨拶しましたこれに対し生徒を代表して金沢商業3年で観光研究部の 細川由紀さんが、魅力を多くの人に届けていくと決意表明しました。石川高校観光特使の任期は4年で、ガイドの知識を深めてもらうため、参考の生徒には、県内77の観光施設に無料で入ることができる偽食カードが交付されました。5月の大相撲夏場所で初優勝した 津幡町出身の大野里の祝賀パレードを収めた地元写真クラブの特別展が町内の商業施設で開かれています。この特別展は津幡写真クラブが企画したもので、会場のアルプラザ津幡には北国写真連盟、相談役も務める寺井昭夫、会長など5人の写真合わせて10点が展示されています。 先月7日にに地元で行われたた祝賀パレードには2万5000人が集いました会場には大野里がオープンカーから沿道の観衆に手を振る様子や町役場で優勝を報告する場面などの写真が並び訪れた人はパレードの興奮を思い出しながら郷土の星のさらなる活躍を願いました。この写真展は 来月7日まで開かれており、寺井会長は多くの人に見てほしいと来場を呼びかけていました。写真は展示後、町内の公民館などに寄贈されるということです。北国新聞社は、能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。 義義援援金金へののご協力ににははつの方法があり寄せらられれた義援金は石川県に届けられます現金書き留めの場合は「能登半島地震義援金」と明記した上で「北国新聞社総務部宛に送金をお願いします」「義援金専用の口座に振り込む場合は事前に受付窓口に連絡をお願いします」「ご連絡がない場合」 預かり証の交付と記事掲載はできませんので、ご了承ください。直接、義援金を持参される場合は、北国新聞社1回で受け付けます。デジタル決済による寄付は、北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで、 北国新聞ニュースをお伝えしましたネットとスマホのセットでもっとお得にしたいそんな声に金沢ケーブルが答えます金沢ケーブルはインターネットケーブル光と金沢スマホの双方を新たに契約すればネット料金が月額1100円ずーっと安くなるセット割を行っています 例えばケーブル光2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合月額料金は4380円から3280円となりますさらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気ケーブルまとめ割を利用すればさらに330円安くなり2950円となります金沢ケーブルのサービスのお申し込みお問い合わせについては 0120-751114までどうぞ。